下にセカンドが。こういうふうにハモるようになってるんですけども、そうすると2回目のソのところで2の音に2の指を持ってくれば、6度で移動しやすいと思いますので、ぜひそれをお勧めします。だけどリズムが前に転ばないで、できる限り詰めて弾きましょう。そうするとメリハリがセカンドが、これが前に行っちゃわないで、これで弾きましょう。このチェロが頭を、次をドーン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 、こうやって弾いてますので、これに一人で弾いてるように、13小節目ですけども、今度はセカンドバイオリンがメロディー、ここのメロディー、セカンドバイオリンがミーファーファーソーミーレーミー、これがメロディーです。それの上にファーストバイオリンが、小節番号の14番、14小節目で、チェロと あんまり絡むことが少ないんですけど、さっきもあったけども、チェロとファーストバイオリンがくっついてます。10度ですね。これも優しく、下の D が鳴って響いてるうちに、ファーストバイオリンとセカンドバイオリンがちょっと対戦にしなみたいなことやって